こんにちは。ナなる在住の山達です。ロシア、ウクライナの重大報道ということで話をしていきたいと思います。はい。えー、まず最初はライブのお礼からいきたいと思います。あの、昨日ライブご参加たくさんの方々、本当にありがとうございました。あの、楽しくお話をさ、ね、せることができてねあの、非常に楽しかったです。はい。で、あの、アーカイブもしっかり残してありますので、ご興味ある方、はぜひともご覧ください。えー、全体的に1時間20分ぐらいの長さなんですが、えー、最初の20分、30分ぐらいでニュースをいろいろと紹介しています。 で、その後に一応本題なんですけど今振り返ってみると1割ぐらいしか喋ってないですねあの全体の、ね、時間の1割ぐらいしか使ってなかったかもしれませんがあの本の紹介を、えー、その後しておりますはい、で、まあ、なので本の内容どういうものか気になっててそれを参考に買おうっていう方はね20分30分ぐらいしたところから見ていただけたらとうう思うんですがで最後ねこれがもしかしたら一番盛り上がったというかあの注目を集めたかもしれませんがあの僕に迫る工作員の正体というか,なんか姿みたいな そんな話ですね、あのまあ、詳しくは昨日のライブを見てほしいと思うんですが、なんかやたらとね、僕の意見に影響を与えようとしてくるのかよく分かりませんが、変なのがね、来てたんですよね、<laughs> それをあのいろいろ紹介していますので、え気になる方はぜひともチェックしていただけたらというふうに思います。はい、で、えっと、この本なんですが、あの今日朝チェックしたらです、ね、早速、アマゾンでカテゴリー1位を、ね、獲得することができてましたということで、パチ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 いいですね、はいあの、本当に皆さん、たくさんのご予約ありがとうございます。はい でえー、とこれが今日の朝だったんですが、今あの、お昼頃になって動画を撮影しようと思った時にですに、ね、もう一回チェックしちゃうです、ね、あの2位に落ちてました。はい、あの門田隆昌さんっていらっしゃるじゃないですか、彼の本がどうやらほぼ同時,同時期に発売のようでして、えーと、1位持ってかれちゃいました。と、はい、いうことで、今、壮絶な1位争奪戦を繰り広げておりますので、えー、とよかったらあの参戦していただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 が世界情勢今後見ていく上で必要になってきそうな話をいろいろ盛り込んでいますのではいあのぜひ,ぜひ年末年始のお供にしていただけたらという,ふうに思いますのでよろしくお願いいたします。ということで、えっと、今日なんですがあのライブの冒頭のところでも紹介していた話のまあ、続報であるとかあとはまあ、ちゃんとした深い深いというかそれを深掘りした話っていうのを紹介していきたいと思います。はいあのの昨日11月24あのに カナダ時間11月24日は、重大報道がいろいろ目白押しだったんですね。はい。で、まず一つ目が、あの、つい先日動画に取り上げました、あの、BLM 暴動の発端となった膝男事件。あれで左翼の犠牲者になっているのが元警察官ディレクトショービンなんですよね。で、このショービン元警察官が、アリゾナ州の刑務所に収監されているんですが、ナイフで刺されたと。で、重傷を負ったっていうニュースが出てきたんですよね。 で、多分日本のメディアもこれ報じていたかなっていうふうに思うんですが、その後どうなったかっていう話なんですが、あの時は救命措置が取られたっていうふうに報じられて、命に関わる重症なんじゃないかっていうふうに見られていたんですが、今現在は容態安定しています。はい。これウォールストリートジャーナルが速報で伝えていたので、あの、ひとまずは良かったかなっていうふうに思うんですが、 ただ、やっぱタイミングとかが気になるんですよね、あの例えばこれ、ね、この数日前の動画で紹介したので、まあ、よかったらその動画を見てほしいと思うんですが、例えばあの時その膝を使ってたね、あの首にあったって言われてますけど、実際はあの背中にね膝は乗ってたんですが、あの制圧行為が実は適切な対応であったと。 でさらにはまあ裁判の中でそれ適切だったっていう証拠を隠されたんですよね、まあ、だから僕はあの本当はゴミのような裁判だと思ってるんですが、まああいう裁判がもう本当ゴミですよってことを指摘するようなドキュメンタリー「フォール・オブ・ミネアポリス」っていうのは公開されたとでその直後の出来事だったんですよねであとはあの連邦最高裁に再審請求してて、えー、とまあ結局それは蹴られてしまったんですけれども、まあ、そういう話題が出た直後の出来事だったのでうーんちょっとなんか気になるよねと。 いう,ふうに言われてるんですよねであと他三3人の元警察官も今収監されてますから彼が大丈夫かなっていうところも気になったりとかするんですが、まあ、ひとまずこういう話がありましたとということで容体は今安定してますよっていう続報をお届けしましまた、はい、でここからが、まあ、今回のメインテーマですねロシア、ウクライナに関するものでもう本当に今状況変わってきてるんだなという,ふうに思わされるような報道が立て続けにあったんですね。 えとまずドイツメディアビルドの報道なんですが、ドイツ政府関係者の話を元にして、アメリカとドイツのウクライナ支援政策の転換っていうのを報じているんですね。 で、えっ、ー、と結論から言うと、もうアメリカもドイツも武器供与を制限していくと。この2つの国って今のウクライナにとっても言うなら生命線になってるんですよね。ここが武器供与を制限していくっていうことは、まあこれから扱い方変えますよっていうサインでもあるんですよね。で、具体的には、領土奪還をすることができるほどの武器はもう供与しないと。 で、その代わりに、今の前線を維持することができる程度の武器供与はし続けますよっていうことなので、えっ、ー、と、完全には見捨てませんと。ただし、もうこれ以上、あの、アグレッシブに何かやろうっていうものには、我々はもう乗っかりませんっていうことなんですね。じゃあ、なんで今このタイミングで武器供与の制限になるかって言ったら、その目的としては、ウクライナ自らロシアとの停戦交渉をするように、まあ、させるためだと。 いうことなんですね。これ、せこいのが、アメリカもドイツも直接停戦交渉するようには言わないということなので、今まで通り表では、あの、ウクライナ徹底支援します。頑張ってください。最後まで応援しますって宣伝し続けるけれども、その裏では、ウクライナをもう痩せ細らせるようなことをやり続けることになるだろうっていうことなんですね。これ、あのね、まあ、ウクライナを応援してる、ロシアを応援してる、いろんな立場の人がね、あの、動画の視聴者様の中にもいると思うんですが、これ、 とてつもなない人出なしですよね, <laughs> あのねだって、このあと紹介しますがあの、ウクライナとしては2022年春の時点で戦いやめるつもりだったじゃないですか。で、それをむちゃくちゃにしたのがイギリスでありアメリカなんですよね。で、まあ、ドイツは正直それ巻き込まれた感はなきにしもあらずですが、あの、最後まで応援するよと。 ロシアを打ち倒すまで我々がしっかりサポートするよって言われたもんだから、まあ、やら、やることになった。で、気づけば本当にやる気モードになって、気づけばその、あの、クリミアを奪還するんだっていう話まで今、でかくなってきてるじゃないですか。で、そうなったところでいきなりはしごはず、外されて、あの、いや俺らも前線維持するぐらいしか渡さねえから、で、あの、ね、ロシアと話し付けてくれよ、みたいなのは、いや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 って話ですよね。 でも、まあ、改めてですね、今回の第3弾書籍のね、あのテーマにも半分になってるんですが、その、超大国に振り回されることの危険性っていうのをね、あの、まざまざと見せつけられてるなっていうふうに思うんですが、はい。まあ、とりあえずこういうふうに、ま、はしご外しがもう本当に進んでいくっていうことなんですね。で、実際ですね、あの、11月20日に、オースティン国防長官がウクライナサプライズ訪問してるんですよね。 で、そこで、あの、支援継続っていうのが約束されましたっていうふうにいろいろ報じられてるんですが、CNN の報道を見てみると、え、これ51回目となる国防総省からのウクライナ支援になると。 えなんだけれども、もう規模は最も小さいものの一つになるということなんですね。なんで、もうすでに始まっているようにも見えるということなんですが、であの、あとイギリスのテレグラフもですね、えっ、ー、と、このビルドの報道を引用して、どうやらドイツ首相と国防大臣の間に、ウクライナ支援に関する亀裂が生じているということで、これはあのどういう亀裂かって言ったら、えっ、ー、と、ショルツ首相は、あの、もうウクライナ支援継続に関しては、どうやら内々ちでは反対していると。 で、国防大臣は、いや、継続すべきだっていうところで、これ意見対立してるらしいんですね。で、えっ、ー、と、なんですが、この亀裂というか、ウクライナ支援に関するものは、もうドイツを超えたものになっていると。まあ、例えば、オランダでね、あの、つい最近、あの、極、なんちゃらが、トランプが勝ったらとか、いろいろ出たじゃないですか。えー、あれでも明らかにそういうウクライナに関する話は変わってくるだろうし、で、ね、あとは、あの、その時の動画でも紹介しましたが、 えと名前忘れちゃった、どっか1つ、えーとねえー、ビクブルガリアじゃなかったど、どっかヨーロッパの1つの国でも、ね、あの左派政権が誕生したけれども、もうウクライナ支援っていうのはやめるべきであると、じゃないと2029年、2030年まで戦争が続いてしまうかもしれないっていう、そういうふうに言っている国も出てきているんですよね。ここの辺りののりととかでで今そのナテ加盟国内で ウクライナ反転攻勢を古代宣伝していたことに対する懸念が広がっていると、でえー、それがもう今こういうふうに、あのー、もうウクライナの方から諦めてもらえるような方向性に持っていくものにつな、えー、がっているんじゃないかというふうに指摘しているんですね。ということであの重大報道の2つ目がこの11月24日にドイツ紙が報じました。どうやらアメリカドイツが、 あの、こっそりと方針転換しようとしていますよという話ですね。はい。で、これに関わるような話で、全く同じ日にですね、ウクライナメディアのワンプラスワンなんちゃらっていうね、そういう番組なのかな。そのインタビューにですね、ゼレンスキー大統領の右腕っていうふうに呼ばれていて、国民の下辺党、これあの、ゼレンスキーもね、入ってる政党なんですが、そこのトップやってるデイビッド・アラカミヤっていう人が、 2022年春の停戦交渉の裏側を暴露したんですね。で、この荒ミ屋って、あの、トルコでの停戦交渉はあったじゃないですか。あれのウクライナ施設団のトップやってたんですよ。まあ、なので全てを知っている人物なんですね。で、えっ、ー、と、荒上屋が言うにはもう2022年春の時点で戦争は終わっているはずだったと。なぜならば、ウクライナもロシアも両陣営は停戦の用意ができていたからだと。 でところがそれがぶっ壊されてしまったんだけれどもえそもそもロシアのゴールっていうのは我々をニュートラル中立にすることであったとで、まあ、要はそれは NATO に加盟しないということがロシアの要求でありこれこそが最も重要なポイントだったんだと。 で、えっ、ー、と、それに対してインタビュアーが、じゃあそれが分かったとして、なぜウクライナは和平合意を最終的にしなかったんですかと。考えてみると、和平案っていうのを最初に蹴ってるんですよね。で、なんで蹴ったんですかと。一応、あれ蹴ったことによって、ちょうどあの、ロシアがね、確かキー、キーフから、あのー、撤退してったタイミングだったので、ウクライナがロシアに勝利したんだ、みたいな感じで報じられているところもあったんですが、あの、なんであのタイミングだったかって言ったら、まあ、もちろん圧力があったからなんですよね。で、 このなぜに対してア神カミヤは、えっ、ー、と、合わせて3つの理由を挙げてました。1つ目が、 NATO 加盟を目指さないっていう風にするには憲法改正が必要だと。これ確かゼレンスキーも全く同じこと言ってるんですが、憲法改正しないと NATO 加盟を目指しませんっていうのを約束することってできないっていうことなんですね。まあ、なので、それで時間がかかる可能性があるよと。で、二つ目に、ロシアもウクライナも互いが、互いのことを信用できていなかったと。まあ、ウクライナ側はね、あの、攻撃食らっている側ですからもちろんそうですし、ロシア側からしても今まで散々作ったいろんな合意とかが 破らられまくっっっっててててるるかかなななんだいいいいうう風にもなってるということこででお互いが信用できていなかったとで多分3つ目に挙げたのがこれが一番の、えー、とメインの話だったと思うんですがイギリスのボリス・ジョンソン首相が我々がトルコから戻ってきてすぐにウクライナにやってきたと3月の二十何ちゃら日ぐらいに、えーロシえー、とトルコでの話を終えて戻ってきましたでその1週間後から10日後ぐらいにジョンソンがいきなりやってきたんですよね。 でその時に我々にこう言ったと、イギリスはいかなる合意もロシアとはしない、戦い続けろと、でそれを電撃訪問の時に言われたもんだから、我々としてはあの話を進めることができなくなったんだということなんですね、これ、なぜかって言ったら、FT がもう3月28日の時点で報じていたんですが、停、えー、戦合意のために、ですねウクライナ側が飲む条件として、例えばウクライナは核開発をしない。 で他国の軍事基地を置かないで NATO に加盟しないというような、まあ、まさに中立っていうふうにするようなことが盛り込まれていたんですねただ、これに対してウクライナ側から要求する内容っていうのが、えっと、それと引き換えにこれ荒神谷の言葉で言うと NATO 憲章第5条あの集団安全保障と極めて近い安全保障協定っていうのを要求したということなんですねで、まあ、要はあのどこかの国が攻撃をされたらみんなで守ろうっていうやつじゃないですか。 で、それを NATO には入らないけれどもそれに近いようなものを、えー、結んでほしいとで、これはもうウクライナとしてはもういわゆる西側諸国とだけではなくてロシア、アメリカイギリスカナダフランス、ドイツ中国、イタリアポーランドイスラエルトルコともう結,び結ぶんだという話で一応まとまってたんですね。 ところがそこにイギリスの首相がやってきて、俺ら絶対何にも署名しないからって言ったもんだから、もうこの時点でこれ崩れたんですよ。なので、ウクライナとしては道、道は二つしかなかったんですよね。一つ目は、この NATO 張りの安全保障協定なしのまま、停、え、戦、ー、合意を結んで、えー、言うっていうこと。もうこれ完全にロシアに負けを認めることになりますよね。で、または、あのー、まあな、なんとかして、あの、これを、何でしょう。 もうこの合意を結ぶっていうことをせずにロシアを打ち倒すっていう道に行くしかないというようなところになってたんですが、まあ、結局その打ち倒すっていう道に生かされたんですよねでこれどう考えても言うなら戦争をなび長引かせる行為じゃないですかイギリスのやったことってとにかくその停戦を潰したかったっていうふうにしか見えないわけですからそうなってくるとこんな行動をイギリス単独で決められることではないはずなんですよね ってなってくると、あの、過去の動画とか、あと第3弾書籍にも、でも言及してますが、えっ、ー、と、ドイツの元首相が、 ロシア側の交渉団としてこれ参加してるんですよね。で、その人はアメリカが許さなかったっていう風に言ってますし、あとイスラエルの元首相もね、あの、これに関してアメリカがなんか変なことをしてたみたいなことを言っていますしっていう風に、彼らの言ってたこととかも考えていくと、多分イギリス単独で決めたわけじゃないんですよね。アメリカバイデン政権を間違いなく絡んでたかなっていう風に思うんですが、はい。まあ、ひとまずそういうことがもうどん,どんどんどん出てきているようになってくると。で、重要なのが、この発言、ゼレンスキーの最側近から出 てるんですよねでなってくると、多分彼らとしてはもういい加減にしろよというようなところも出てきてるのかなっていうふうに思うんですが、はいまあ、いよいよなんか、がかしてきそうな感じがしますね、はいでひとまず今回ね、ねこのウクライナの、ね、徹底応援だというふうにやった結果、どうなったかって言ったら、不必要な血が間違いなく流れ続けたんですよね。 で、不必要な金が使われまくったんですよね。で、それはひいては僕たちの一般庶民の生活っていうのも打撃を与えてるのは間違いないですし、で、これによってそのパワーバランス世界中で変わってきて、今世界秩序も激減し、激変しているんですよね。はい。まあそういうようなものにつながったかなっていうふうに思います。はい。 で、えっ、ー、と、このあたりの話、まあ、せっかくなら宣伝の話もしておきたいと思いますが、あの、激変している世の中っていうことで、この第三弾書籍を書いております。はい。例えば、これね、ウクライナ、ロシアの話をめぐって、ブリックスが台頭してきていますが、それに関する話も盛り込んでいますし、あとあの、脱ドルって話出てきましたよね。あれが結局、現実的にどうなんだっていう話とかね、そのあたりもまとめてあるので、よかったら気になる方はね、チェックしてみてください。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。最後はですね、あの、本当はこんな感じでライブを終わりたかったってやつです ねはい、デブちゃんもタヌタヌもジャガ君もですねカメラ目線でこういう風に見上げてくれているんですが、えーね、あの昨日ライブ見た人分かると思いますが最後ね、ねみんな集合させたらあの持ってくると誰かがいなくなるみたいな、ね、感じでどうにもならなくてぐダぐダだったんですが。はい まあ、ひとまずあの、こんな感じの写真も撮れてましたよっていう話ですね。まあ、これ別日ですけどね。はいえー、というようなことで、えーと、12月1日に新しい本出ますので、えー、よかったら皆様ご予約していただいて、ですねあの、カテゴリー1位をですねあの、奪還できるようにご協力していただけると非常に嬉しいですので、どうぞよろしくお願いいたします、はい。ということで、今回の話は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。